んにちは、エリーゼお姉ちゃん。いらっしゃい、ソフィー。あ、信じてないの？だって、喋る本なんて、おとぎ話みたいなんだもの。そうじゃない！本当に本が話してるわ！ブラフタ、あなたは人に読まれている時に、どんな気持ちになるのかしら。そんな風に、自分のその時の気持ち次第で、本の感想も変わるのよ。そんなことはないわ。そよ風に当たりながら本を読むと、いつもとは違う気分になれるもの。だから私も子供たちに読み聞かせてあげられるような絵本を作ってみようかなって。本屋ですか？それはぜひ行きたいですね。ええ、いつでも歓迎するわ。それじゃまたね。あ、ソフィーだ。久しぶりだね。それは私がいるからかな。やっぱりお店には花がないとね。今回は毒薬を作ってもらおうかと思ってね。毒薬！まさかテスさん、人を。一生のお願い、ソフィー、私を助けて。その名もズバリデート券。ああ、嘘、ごめん、待って。いや、半分嘘じゃないんだけども。聞いて驚け、私の夢はお店を開くことなんだ。もっと勉強したり遊んだり、自分の人生を生きてほしいんだ。おうよ、デッサンは今日も頑張っちゃうよ。ああ、ソフィー、いらっしゃい。アトリエの収入がよほど厳しいのですね。だから八百屋の仕事をしているのでしょう。ええ、この店は人が集まるので、いろんな頼み事が入ってくるのですよ。お客様にお出しするものに妥協はできませんからね。心を込めてお作りしているだけですよ。きちんと仕事をしているという意味では、ソフィーも一人前ですからね。人聞きが悪いですね。うさ耳は子供受けが良いので許可したまでです。そうなんですね。初めて知った。私はてっきり男の客受けがいいからだとばかり。フォルストさんのお茶が故郷の味になるのかな。嬉しいことを言ってくれますね。ありがとうございます。それにしても、あのソフィーがここまで成長すると涙を禁じ得ませんね。もっと自信を持って大丈夫ですよ。これからもぜひよろしくお願いします。あ、はい、頑張ります。がっぽしですかね。がっぽしです。